徹夜待ちなんですよ。徹夜じゃマジで遅いね。え、でも彼来ないって言ってたよ。あれ来ない、待っても待っても彼多分来ないよ今日。体調悪いとかですか。いや、なんかこの数日忙しそうになんか全国飛び回ってたけど。え、そうなの。何で飛び回ってたんだろうね。うん、あんまないと思った仕事。え、なんで今日いるんですか。私、はい、いや彼の友人困ってる時助ける、これ当たり前。私も散々助け私散々助けられてるね。友人なんですね。友人もちろんもちろん。あんた同じですか。まあ、あったともちろんあるよ。もちろんあるね。いつもなんか僕たちは哲也さんかあの姉さんはどっちかしか会ったことないから、うん、いや、まあ彼いるなら僕いらない、そんな。なんで。いや、だってね、普段ちゃんとやってる彼、彼がいるとき私来る、あんまり出番ない、彼忙しい、いない、私来る。忙しいんだ。いや、でも今週哲也と一緒になんかね、俺と今までテレビ収録あるから、 ね、それには来るよね、さすがに。ああ、言ってた言ってた、うん、ごめん言うて。忙しい、ね、え、ごめんごめん言うてた。じゃあ、あいつが出たいって言ったから俺と今までもういい、じゃあ行くかっていうことになったんだよ、うん、ごめんごめん言うてた。彼は陸上部3人でね、陸上部の収録があるって言って張り切ってたものの、やっぱどうしても忙しいみたいで、え、バトンもらったね。え、なんで、なんであなたか。え、だから別に俊光とかも、いや、俺も一応、あのね、駅伝部ぐらいはやってたんで。いやいや、もう舐めてもらっちゃ困るから。え、テレビ局の人が決めたの。いや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 、え、だってね、テレビ局の人は別にちゃんと走れる人というよりは東海の人がいいわけですから。やりますよ。まあ、みたいなもん。いや、ちょっとそれは困りますよね。なんかよくいるじゃないですか、視聴者さんで僕を東海に入れてくださいみたいな。ああ、いるね、困るもんだね。なんで勝手に入ってるんで、困ったもん。いや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 、もうリーダー直々のオファーね。そんな視聴者の一声と同じにしてもらっちゃ困るよ。ね、いや、ニトロ爆弾ね、陸上部、そうだね、後輩らしいね、うんうん、それもメンバーじゃない。まあそうですね、私も違うとはいえ、ニトロ爆弾よりはメンバーに近しい、そんな気するね。え、でもだって今まで動画に何本ですか、3本とか4本ね、4本とかないじゃないですか。いや、でも言うてグレードエージし出てる。ん、あんなビッグプロジェクト出てるね、あんなビッグね、10番ドラマに出ちゃって、もうメンバー、それはリメンバーミー、それはね。いや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 、ややこしい。え、ほんでにテレビ出られるんですか。いや、ちょっとわからないね。彼が急に来れるかもしれない。ああ、なるほど。ああ、それは確かにあるよね。あ、そう、番組スタッフがね、ちょっとメンさんじゃんみたいな、どうしてもって言って彼を呼び戻す可能性もあるよね。まだわかんないよ。そうした場合だってすぐ来れないんじゃないの。確かに。いや、全国飛び回ってるから偶然パパパパパパパ東京千葉っていうパターンあるね。東京千葉らへんだったら来れる。ピタッと来ちゃうって。本当鉄のルーレットみたいな。ランダム性高くて彼の動きが私も追い切れない。現場に入るのはメイさんですか。いやいやいや、一応ね。じゃあ僕は現場にメイさんとチマチョゴリと一緒に行くんですか。あれ、いや、そうじゃん。なんか変な人いるなぁと思ったけど、あなた何？アムロが終わってチマチョゴリが始まったんだよ。俺は分かんない。この何、罰ゲーム今連鎖してるから渋滞してるね。渋滞してるんだ。ロジマ福岡も待ってるらしいよ。ロジマ福岡も始まった。かわいそう。あ、今日からね。今日からですよ。あれか、水電気止まってたっていうね。お前ひどいぞ、それ。ひどいね。通してるわけない、住んでないんだから。何ヶ月空いたよ、その間。すごかった、もう。行ったら、布団があるんだけど、布団あってさ、徹夜が寝てた。いやいや。すごい、もう太陽の光浴びて、日焼けしちゃってさ、色変わるぐらい、もう、時代を感じたもん。時間も。まあね、あんな。寒そうだね。だって、3月から、ね、ここ11月まで、カーテンなしで、ひたすら日浴び続けてるからね。部屋的に嫌性なのかね、それって。おもろ。大変ね、みんな、いろいろと。大変だよな。大変だな。顔ムカつくな。いや、私ほんとテレビとかね、向いてない。人前に出るの好きではない。これなんかちょっとあんまりね、まあ、わざと触れんようにしてたけどさ、あんまり良くないんだよね、このメイク。多分だけど、いやもうね、触れ出すと本当に良くないことがあるよね、うん、まあ、確かに時代の流れでね、なんかそういう風潮あるけど、でもそれはちょっとね、やりすぎかなとも思うからね。まあ、東海のチャンネルの中ならね、ジョークで終わるんですけどね、違うところに行くとなんか知らない人も見てますからね。いや、まあ
番組が良くない感じに思わないのは良くないね、うん、なんか僕が自分の見た目で叩かれる、これは僕何にも思わない、うん、仕方ないこと。番組が叩かれるようなことがあるとしたらね、私出場辞退するから。ああ、そしたらじゃあ、としみつさんが出かわりなきゃいけなくなっちゃう。あ、でもね、今から結構仕上げないと。ね、ちょっとね、走り込まないと。うん。としみつさんね、忙しいから、個人の活動。いや、そんなことないっすよ。いや、まあ、彼もランダムによるけど、いるかもしれない。いや、そんな、ちょっと不確定な人をね、なんか、当てておくの怖いから。うん。調整しますよ。まあ、じゃあ僕が出ようかな。あ、でもあれだから、モンストで言うと星4出るぐらいの確率でいるから、東京に。結構哲也さん?いや、結構10回に9回ぐらいですよ。まあ、運が悪いと10分の7ぐらいかな。いや、でも多い。まあ、10分の10な可能性もあるよね。ちなみに哲也さん走ってるって言ってました？なんか、1週間ぐらい前に決まったじゃないですか。いやいやいや。1週間走り込もうって、なんか昨日。なんかタバコもやめようって言っちゃった。ね、行き込んでた。タバコもやめてたよ、でも。彼、あれね、先日大きなプロジェクト発表したね。本の発売が新しくて、うんうん、生放送で何かれこれ12時間ぐらい合計で生放送したね、うん、すごかったもん、うん、びっくりしたわ。だって哲也君そういうチェックできないから、まあ、まとめましょうってやったんでしょ。もうみんなに監視してもらって、僕が言ったね、その強制的になされてるでしょ。だからスケジュール的にはまだ先あるけど、まあ、裏よ、裏の話よ、これ彼がボソッと僕だけに教えてくれたやつね、うん、やることはやるんだけど、それを本当にやってるよってね、頑張ってるよってこう見せるのは、それはそれでやっぱファンへのね、なんか見せ方としてはいいんじゃないかと。まあまあまあ、そうね。見てるところで作られていく感じはあるよね。どうせやってるんだったらっていう意味ね、うん、わざとじゃないよ。わざと見せてる、やってる風じゃなくてね、誕生日に血の涙流してやってるよっていうところは、熱量は伝わりやすいんじゃないか言うて。すごかった、うん、俺がお休みって言って起きてもまだやってたから。まあめんどいのよ、なんかお直しとか。すごいよ、書くのとか後書きとか書いてんだ。はじめに後書き書いて終わったね、うん、なんかめちゃくちゃめんどくさいから、哲也が本出すって聞いた時にこいつに本なんて書けるわけないぞって思ってたんだけど、そう来たかと思いましたね。後書きのなんていうの、10時間生放送終わった後のもう悩みに悩んで、早くパパッと終わらせればいいのに、もうやっぱこだわっちゃって出来上がった時のバシッと感すごかったね。うん、う血の涙の跡が滲んで見えた、もう後書きに。血の涙で書けばよかったじゃん。もう実質血の涙ね。血の涙が流れた本はね。そういうことがあって、もう彼ね、もうテレビより本だろうとなって、もう10時間の中でスパスパタバコしてたね。あれ？もう無理だった。そうなんですね。文豪の気持ちにしてたんだ。あ、カメちゃんちょっとタバコちょうだい言うて、もうあかんあかんあかん。なんかややこしいね。メンさん、あ、そうか。って言うてた。メンさんは聞いたけどね。私知らない、本出せない、そんな。でもメンさんもう読まれたんですか？あ、内容ちらっと聞いたね。どうでした？いや、めっちゃおもろい。あ、めっちゃおもろい。なんか普通に感動した。感動した。いや、なんか母親との対談のコーナーある言うてね、幼少期のみんなも知らないような話、あれも知らない言うてた、みんなも知らない言うて、読ませてもらったけど、ほんと、感動。いいね。いい。いいんだ。いい本。勝った方がいい。天才の根源、12月18日発売。哲也さんがあれ告知してすごく話題になられたじゃないですか。はい、いや、僕も一応同じ日にね、ワンマンライブも告知したんですけど、うん、死ぬほど反応なくてですね。そんな、それはそんなことはない、そんなことはないだろうし、本人押しつぶされちゃって。いや、夢丸さんのアパレルもなんかしれっとなんか。そうですね、結構哲也さんがね、はい、鬼みたいなその反応を巻き起こしてまあ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 、いや、まあまあ、なんかね、誕生日ってのもあったしね、うん、歌みつやってた。あ、そうです。歌みつやって、そのまた別のね、次オンラインワンマンですね。オンラインワンマン、そうそうそう、チケットまだ買えるんで、初の試み。初ですよね、彼は。あ、そうですね。そう、だからちょっと誕生日&初の試みね。ブランドもそのね、2個目のシリーズで、ね、いや、でもみんな初だらけだったんですよ、あの日。オンラインライブも、まあ、オンラインは初だね。ブランドなのか、うん、一緒にやっちゃいますイベント。え？おもろいけどね。合同で。なんかやってるやつら3人集。哲也さんはこっちです。急に途中で分かれ道があって、こうやって。パーテーションあってね。なんか声は聞こえんな、みたいな。そうそうそう。で、俺でもめっちゃ歌うからね。ライブ一興やんけ。ミス
さんのツッコミだいぶ一興やんけ。珍しい。いやだからあんたはなんでいるんですかみたいな話ですよ。ああまあまあ本当彼がとにかくね大変ね今。でアムロが終わったの結構さ事件っていうかまあニュースなはずなのに。2ヶ月でしょ。2ヶ月すごい。っていうかそうアムロがあと1週間2週間残ってるはずなんですけど、うん、なんかこの三つどもえの姿が見れないまま終わってしまったっていうのは。そうね。もう意外と早かったんだ。先週やらなきゃいけなかったのかな。この三つどもえの面白さがなくなった以上は、おいおいこんなところでアムロしちゃダメだろっていう面白さしかなくなっちゃったから、うん、そうだね。なんか辛くなってないと思って。ちょうどね、あのアムロをこうぶつけようと思ってる時に柴井さんが最初に言った言葉ね、うん、あの出産からこの時期はやめてくれ。産休中はやめてくれって。妥当にも程があるね。そうだ。妥当にも程がある。あれ今日彼は？今日産休です。あ今日まだ。来週帰ってきます。あ、先週は入れたのか、生まれたばっか。逆にね、なるほど。絶対その退院されたから、うん、なるほどね。そうそうそう、鳥とかだったらこう生まれた瞬間見たものを親と思っちゃうからアムロを親だと思い続けちゃうわけですハロみたいになっちゃうねハロみたいなピョーンピョーンってそうだねアムロ腹減ったって言っちゃうよね。まだ6面ステーションはいい。あ、いるね。いや、完全に住んだね。ああ、住んだ彼らもうもう、馴染みがすごい。もう遊び…住みすぎだよね。遊び来た方がいい。そう、その…そのせいで…てかさ、その…さっき哲也忙しいって言ったじゃないですか。いや僕、全員に哲也くん登録してるんですけど、家から3日間動いてなかったです。俺もさっき言おうとして、ちょっと止めたんだけど3日出てないよね。3日動かなかったんですよ。動いてない。いや、彼…携帯置いてったんじゃない。六名さんと遊びすぎってことはないですか。だって飛び回ってんね。全国飛び回ってたね。飛び回ってる人は携帯置いていかないでしょ。いやいや、それはちょっと今日も家にいるなと思って、ね、ネットの時代に侵されすぎじゃない。それは逆に持ってるせいでみたいなこともあるからね。いやでもそんなことなかったよね。でも私普段のあの人のプライベートしてるけど、まあ出ることないよ。まあまあ、そう何にも外に用事ないんだからねえ、4日間で1000キロ動いてたんで走行距離車でね。走行距離1000キロでもすごいね。東京1往復半ぐらいできるね。全然してたね。マジですごいよ。シモニーは3本ずれてあげて、まあ、彼らコンビニに対してるね何かいる言うからエビグラタンそっちも引きこもってんだ。だめしちゃ引きこもってるんだろうね。いや動画だいぶ上げててね、いい流れ。ああ、なんか上げてましたね。六面名古屋に行ってよかった。ああ、それはあれね、AV の撮影ね。ああ、AV どうですか、完成しました。いや、もう、良い。あ、いい、見た、見た。いや、みんなで鑑賞会して、あ、それは見たい。バグすぎる。20何分の AV 出来上がってて、まあ、パート1みたいなぐらいの尺ですかね。ああ、まあ、まあ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 4つ、そうそう、4つある中の、まあ、チャプターでいうと短めの2個ぐらいな感じかな。へえ、面白いね。やっぱいや、なんか見てから知ってほしいっていう気持ちと、ここでこの会話一回やめたらもうこの見てる人たち何も知らないまま終わるっていうのね、あれがあるよね。全然話したいこと話していいですよ。まあすごいいいなって思って、僕もね、あの哲也さんの AV 見せてもらって、うん、これ良くなかったなーってところは先に伝えておいたから、あの、これだけはしなっていうところもね、回収されてたり、他のみんなの願いも叶ってたりして。哲也さんのこの第2回作っていうか第2本目ってないんですか。あー、でもなんかちょっと彼あれだったね、あの触発されて脚本書いてたね。脚本だけは書いてた。あの結構誰にでも使える脚本だから、うん、別に脚本の提供だけでも全然ありだなと。なるほどね。うん、東海湾の人みんな使える脚本だし最悪別の YouTuber とかね、ね、別にどの芸能人さんとかでも、一般人の方だとちょっと使いにくい脚本なんではあるのかなっていうふうにはね、言ってたね。うん、六面さんはどういう脚本でした。六面さんは女の子がまずオナニーするとこから始まるね。おう、すごいこだわりだったみたいに、ソファーでもう、まあ、こういう三脚がね、こう立ってて、こうカメラが狙ってる、うん、の前でソファーでこの状態で始まるね、うん、パンツのこうズガーンっていうアップ、うん、でここでオナニー始めちゃうね。うん、わかるでしょ映画。わかりますけど
で、しましま、白と黒のしまパンでこう、オナに始めるね。ほうほうほう。あいやー、すごいですね、白と黒。すごい。すごい、チカチカしそうだけど、なんか。結構なんかこう、もりっとしててね、いい肉感が伝わってきて、はい、その後に、ムラムラしてきたって言って、こう、電話するね。うん、そしたら、カスカスの声のとこが、ガチャッ、こんにちは、ウーマンチンポです入ってくるね。なるほど。なるほど。それはなんか、ああ、いいね。いいギャグだね。いい。ウーパーチームの、パーン来たね。すごい、もう。エロをある程度犠牲にしてんな。なんか。いや、まあ一回現実に戻るよね、笑っちゃって。あと、普通に声をおもろうと思って。もうダメだ、これ。そもそも、そもそもの話ね。声おもろい。セリフともかくもうおもろいのに。俳優向いてねえもんね。おもろいこと言っちゃったから。めっちゃ見たい。そっからもう肩組んで、何あのエッチなことしたいの言うてもうチュー始めたりとかするんやけど、もう何て言うんだろう、その知り合いだから六面の不意な表情が面白くてチューする時も完全にあいつの欲望だろうっていう、その下先行のチュー始めて、普通こうじゃん、うん、チューからのちょっとこうみたいな、もうブワーって下突っ込むから、それはお前やんって言って。あのまあ本編ではそのウーバーチンポだから使えなかったシャワーシーンとかもね、うんうん、そのカットされたところとかも、うん、まあ面白いね。へえ。そこも含めて作品という。どこで配信されるんですか？あれね、YouTuber 裏 AV 大会の現場でしか見れないね。参加者が基本はなんか人に見せちゃいけないでしょうからな。そう、まあ自分たちでね終わらせないといけないんで。いやー、楽しいね。誰も出れないと思う、大会。いや、出れないね。僕と六面で真剣に探したね、うん、その、あ、参加者を YouTuber 裏 AV 大会に参加できる人、うんうん、で僕、Twitter のフォロー全員見た、もうしっかりと、うん、マジでヘキトラしかいなかった。まあ、彼らはやってくれるね。すごない ?2 分の2いけるのね、確かに。他は全滅なのもおもろいしな。まあ、なんかギリ、うんんー、だから夕闇厳しいなぁ。厳しそう。アバンティーズ厳しいなぁ、なって。ハルくん、ハルくん。絶対無理だね。で、頑張ったんだけどね。ヘキトラしかいないと。ヘキトラかなぁ、ちょうどヘキトラしかいないんだ。ちょうどヘキトラ。なんか僕と六面、あ、僕は知らないけど、哲也さんと六面が、ね、哲也さんや、うん、ああ、びっくりしたね、そのね、作ったのこと、ね、いや、僕、そんな無理急に洋物になっちゃうから無理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 、そんなデカチンポみたいなやつが出てきたかな。よくあるけどね、私デカチンポじゃないので。あ、そうなんですね。そうそう、普通チンポやから、だからもうちょっと無理だけど。で、その哲也さんと六面がこう、パッてこのタイミングで出会えたのは奇跡かなってね。うん、奇跡の、流れでできた作品だから、皆さんもぜひ見てね。皆さん、4人4、すごいな。見に行かせていただきます。確かに見たいです。あ、じゃあもたってくさんの3人となんか、普段携帯で見るでしょ、AV、うん、うちの77型のテレビでこのちゃんとしたビデオカメラで撮ったマンコバカ綺麗よ。本当にビッこんぐらんのこれがアナルこんぐらんのマンコこんぐらんの、びっくりしたの。こんな朝9時じゃないんだよな、会話が。顔よりあのね、でっかかったらでっかく嬉しいもんじゃないんですよ、別にあれは。いや、なんか本物ってどんだけ近くで見てもこうじゃん、うん、で、まあ綺麗なんだけど、がこのサイズで綺麗、もう知りうる中で一番大きなマンコよ。大マンなんだ。大マン大マン大マンなんだ。大マン。あ、ハンディ、ハンディ、ハンディ持ってたね。しかも彼2カメ使ってるから。えのまあカメラマンさんいないから2カメラ設置。そう、大変だね、あれ設置で、あの2人が映るとこと、あとこの接写でこうしてたね。ああ、でコント撮る側になってみると全然、うん、なんていうの、エロくないっていうかさ、うん、立たなくねえと思うんだけど、すごいね。そこがすごいよね、やっぱ。まあ独特の空気感あるけどね。まあでもエロいはエロい、もちろん。むしろまあこれは興奮材料の一環みたいなとこはある。半々ね。いや、この仕事してなかったらちょっと厳しいかもね。あ、頭が一応なんかエロだとしても回るね。まだ撮影のことを考えれるね。それチンコ慣れちゃうじゃん。いやいや、かん、その裏でちゃんとこの撮影のことが頭の中に流れ続けれるね、やっぱね。
エロ一本ならない。うんうん、いやすごいな。暗号とか気にしながらできるわけ、ね。慣れがやっぱあってよかったね。いやそれでもちょっと哲也さん次会ったらちょっとしっかりしてくださいよって言っといてください。まあその事前に言っとかないのよくないね。一、うん、週間飛び回るかもしれないって。まあまあ来週来ると思うから。いやでも俺今日8時に電話したよね哲也に。うん、いや。今起きたごめんって哲也が電話出たんだよ。うん。そしたら8時半にメイさん来たんだよ。あれどうだったんだろう。腰の話まあフリーダイヤ疲れてるんじゃない。低血糖だよね。いや彼が。あ、俺がか。彼が疲れてる。りょうくんが聞き間違えた、うん、あ、そういうことね。休んだ方がいい。今日と明日は私がいる。任せた方がいい。任せた方がいいって言ったら、なんかいろんなキャラが被る。この言い方。何とかした方がいいって言ったら、なんだっけ、あいつ。なんかいたね。意外にした方がいい。ロボット、ロボット。ロボットだよ。冷水のやつだよ。冷水コンテストね。あれは。そうか、キャラというところレベルもできなかったけど、五感は強いのにセリフは柔らかいですね。いや不安だな、今日出したの撮影間違いねえわ。今日の撮影で彼があの提出しなきゃならなかったものを私代わりに預かってきた。ああ、うん、そうか、ね、滞りない。今日は監督もあれ哲也さんですけど、代わりに監督してもらいます。ああまあまあ大体流れは把握してる。あ、そっか、すごいっす、任せてほしいね。ちょっと僕たちもこのね、メンさんというコンテンツに飽きないようにテンションも高くしていかないと、うん、いやもうそう、ほんとそれが一番辛いね、飽きた頃が。もう始まってるもん、飽きが。まあまあ腹筋使うから、もうちょっとちゃんとやりなさいと思っちゃう、やるなら。結構今ね、あのサブちゃんもあったからこんぐらいだけど、ないと割とこんなもんよ。意外と静か、全然普通よ、こんなもんよ。六面とはそんな感じ。いや六面のももうあれもう狭間さまよってるからね、こうやってなんかねえだけでごまかしてる節ある。イントネーションだけ危な、活用もね、学んでるんだね。普通に喋ったらこうだけど、普通に喋ったらこうだけどみたいな、このこんなものさよ、ほんと日常で言うと。いやー、りょうさんやってほしかったな、これ本当に危なかった、もったいなかったね。すごっ。これ危なこれきついよ。あれ見返したけど、もう決まってたもんね。何だったんだろうね。途中からにもう哲也さんだなって思ったもん。空気出てたね、顔によく引き出せたよね。でも確率上はおかしいんだよ絶対ね。4分の1なのにね。もう今週はじゃあちまちょうごりさんと、ちまちょうごりを着て夢丸さんとメンさんで撮影という感じですか。いつ始まった。今日です。あ、今日か、はい、あれじゃあちょっとかぶらないか、撮影以外で会わないと哲也さんは見ないのね。そのまあそうだね、もったいないけど、まあ仕方ないね。そういうこともある。やるか、頑張りましょうかね、うん、はい。